これでなんか、ダッシュジャンプしていけばいい感じかな。ほら、飛べ！飛んだ先、バンでそうだねー！怖い。怖い。怖いんですけど、あー、オッケーオッケー、オッケー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 。なんでそこに行ってくんねん！どうも、雑談ゲーマー、マリモです。では、本日はトロールコスプレイ動画、またまたやっていきましょう。ということで、トロール、ザ・ワールド・イズ・ザ・アフターっていうものかな。とりあえず、直訳すると多分、世界は笑顔に包まれてとか、そんな感じだと思うんだけどね。そんな感じのコース名をいただいたので、遊んでいきたいと思います。ということで、なんかね、10分ぐらいで終わるらしいんですけど、とりあえず俺が本当に10分で終わるかっていうところもあるんですが、まあ楽しんでやっていきたいと思います。では、行きたいと思います。遊ぶ。さあ、まずはいつも通り動くかどうかの選択肢。動く！右！お、なんもない。なんもない。じゃあ、あえてここ一回叩いてみよう。死ぬー！あ、セーフセーフ。で、これ下行って右押しっぱでいいってこと？これ、こういうこと？いやー、違う！とりあえず下行けそうなの分かったんで、こっちも気になるよね。これなんだろう？これなんだろう？あ、ワンワン。はいはい。ワンワンは大丈夫。あ、入っちゃった。入れちゃった。入った先は、死ぬねー！生き延びるけど、何にもならないよな。じゃあとりあえずこれ下で合ってるっぽいので下行って、で、これで右行けそうだけど、これさらに下行ってみる？なーもなーい！よし、では改めてここ入りましょう。入った先が何か。あれ？あ、え？ちょっと待って、これ、これどうなる？死ぬよね！ってことは、これもう一回ジャンプして、もう一回発動したらこれでいけるね。これでなんか、ダッシュジャンプしていけばいい感じかな。ほら、飛べ！飛んだ先、なんでそうなるん！もう、いや、すごい騙され方したな。で、こっちで、こう降りていけばいいわけね。これで降りた先が何ですかと。あ、なるほど、なるほど。はいはいはい。これで、こんな感じで、良き。え、これもまた下ありそうだな。下ありそうだけど、とりあえず扉入ってみようか。クリボンのところに出てくるとか？あ、そういうわけじゃないね。あ、こっち道ある。はいはいはい。え？笑われてますけど？笑われてますけど？なになになに？大丈夫？そこかー！あ、でもこれ上上がれんじゃないの？これ上上がってったら、扉入れる。あれ？じゃあ戻れる？戻れません！やられたわ。それはやられたわ。なんで戻れなくなるんよ。では、これをね、下に降りてけばいいはずだよね。逆じゃない！いや、まあね、正直ね、逆になってる可能性あるんだろうなと思ったよ。思ったけどさ、いや、素直に信じやじゃん。ね。はい、ということで、中間取れました？え、これ中間取って、よかったパターン、大丈夫大丈夫大丈夫。これ、左のさ、赤コインの方、正解じゃないの？死んでる？なんか死んねえけど。まあ、でもこれでこう行って左行けるよね。これどうだ？違うじゃねえかってことはもう、ここ、これで降りちゃっていいんだね。降りちゃってよくて、ああ、なんかある。これなんかあるのさ、全部叩いたら、なんか起きたりする？ああ、なんもないね。むしろ一箇所だけ罠あるっていう、このよくわかんない罠。んで、これ、上がってって、素直にこのまま上がってって大丈夫か？いや、これなんか叩いちゃいけない気がすんな。叩いちゃいけない気すんけど、中間近いからいっか。あ、合ってる。え、じゃあこっち何？これ何？あー、なるほどね。花ちゃんでしたと。はいはいはい。あんで、これ案外こっちでなんか取らなきゃいけないもん出るとか？あ、なんかすまん！いいや、ここでワンワン来るかい！はい、というわけで、左上はワンワンね。話し返されてるワンワンがいるからね。じゃあ、これはこっち行きましょうっていうことで。いや、ここワンワンなんだっけ？ゴールじゃん！さあ、じゃあ、これ右を失敗して届くかどうかだよね。届かないね！てか、話し返り、ここもされてるんかい！はい、じゃあ、これ仕方ないので、左を失敗にして、この土管に入ってみましょうと。これで入ったら何がある？あ、当然道がある。はい、急いで降りて、OK じゃない？いいんじゃない？いや、でもこれ、チビになってた方がいい気がすんの、気のせいかな。そして、これさ、どうしようかな。とりあえず、出たのまま行って、今度は右でいいんじゃない？さすがに。今度は右でいいんじゃない？合ってる。合ってる、本当に。本当に合ってる。いいか、行くか。このまま行きましょう。あー、ゴールだね。よかった。合ってたよ。うん、まあ、ダメージは食らうけど、OK です。いや、デカじゃなかったら死んでたね。いや、でも、左押しっぱだったら OK だったのか。デカでも。はい、というわけでクリアでした。
はい、じゃあとりあえずいいねをさせていただきましょう。一応現在の時点で撮影時間8分ぐらいになってて、最初の挨拶も含んでるから、まあ10分収まったんだよね。いやでも難しい仕掛けだったとしても15分20分ぐらいでいけるのかな、このぐらいの長さだったら。いやまあとにかく楽しませていただきました。ありがとうございました。はい、というわけで、もらってるコースいくつかまだあるんだけど、今回はね、とりあえずトロールコース2コース目っていうことで、短くいけそうかな、そこそこいけそうかなってコースを探してみましたっていうことで、ベストタイム持ってるこのトロールマジックさんっていう方を辿ってみたらね、辿ってみた時あって、その時に探した中で、あ、割とちょっとクリア率も高いし、時間も短くいってるかなってコースをちょっと見つけたったので、今回そちらを遊ばせていただこうと思います。小6に騙されないくださいってことで、今年に投稿されてるから、まあ、小学6年生によって作られたコースってことなんだろうね。とりあえず、こちら楽しんでいきたいと思います。いきます。さあ、ここもまずは左に動いてみよう。よかった、正解。いや、右だったらこれあれだね、バネの勢いで、このパックに当たったってことだね。オッケーオッケー。で、まずこれで、ジャンプ。はい、オッケー。で、これとりあえず叩くしかないよね。叩いたら、このドクロは動かない。で、多分このクラウン乗っちゃいけないと思うから、ここジャンプ。違うね。じゃあ、このドクロとりあえず動かしちゃおうか、先に。あ、違う。これ、そしたらギリギリまで飛んで、で、OK だね。これでクラウンにも乗らずに行けるし、ドッスンが戻ってきてる間に上に上がっちゃえばいいと。で、これで入ればいいんだね。OK、OK。で、次は？ここはジャンプしなくて良さそう。大丈夫かこれ。行く。OK。で、次は？次飛ぶ！はい、飛んで正解じゃないこれ。本当に飛んで正解これ。ちょっと待って、どっかにアイテムあったってことじゃないんですかこれ。え、だって、これ今もう何もできないよね。何もできないよね。いやでも、しかも下もファイヤーしか出てないし、どこにキノコがあったんだっていうレベルじゃない。はいはいはい、スターがね、降ってくるのに途中で気づきましてね。どうやってスター降ってくるんだろうって。やり方下手すると降ってこなくなるから、どうすんだろうって思ったら、まあ、とりあえず、最速で進んでくれば取れるということが判明しましたって感じでした。で、ここは？あれ？そうなるね！よし、じゃあ、ここをとりあえず、メットで、音符、動かしてもらわなきゃダメだよね。怖い。怖い。怖いんですけど。ああ、オッケーオッケー。オッケー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 。なんでそこで降ってくんねん。よし。もう一度これ音符しっかり動かしたら、もうあとは敵倒してもらったらあれがね、一気に右に出したからね。オッケー、これでいく。ナイス。くっそ、ドッスン。マジでドッスン。はい、というわけでいいねを押してみましょう。あれ、だいたい引っかかったんじゃないか、俺。今回。はい。というわけで、今回改めて2コース遊ばせていただきました。片方はね、もらったコースということで、まあ、ショートトロール2コースって感じでしたね。いや、もうさ、2コース目の人多分あれ、これから編集するんだけどさ、ノイズキャンセルで声消されてる気すんだよね。いや、めちゃくちゃ叫んだわっていう感じでしたね。まあ、1コース目のマンボウさんもいつもコースありがとうございますってとこなんだけど、まあ今回めちゃくちゃ楽しかったよ。ほんと、サクッと割るからこその楽しさってのもあったねっていうところで、また今後も皆さんのトロコース挑戦させていただければと思います。ということで、今回の、動画も楽しかったと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次回の配信や動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。